阪神2軍門別ゲイトが3回パーフェクト投球。阪神門別ゲイト投手20が16日の2軍オリックス戦杉本昌司 BS 二登板し3回を完璧に抑えた。1点リードの6回から登板、7回には三者三振を奪うなど1人の走者も許さなかった。7日に日本生命とのプロアマ交流戦で体の張りから実戦復帰。復帰2戦目での回答となった和田二軍監督は、今日は3番手だったから3イニングになった、次は先発で考えていますと今後の起用方針を明かした。今シーズンの1軍先発時の球威のないボールにはびっくりした。単に抑えたからどうこうじゃなくて、昨シーズンのいい頃に戻っているかどうかが最低限ではないか。伊藤将の調子が上がらないだけに、後半門別がその穴を埋めてくれるととても助かるし、先々に向けても明るいんだが期待してます。今年の期待の星あったけど、うまいこといかんもんやね。素材はピカイチなんで来年期待します。ハルトといい門別といい、期待の左腕が頑張っているね。秋の厳しい時に出てきてくれるといいが、まあハルトはとりあえず支配下にならないとね。正直シーズン序盤の中継ぎ先発調整、中継ぎ1試合だけ先発調整がかなり悪影響やったんかなという印象。まああの時は岡田監督も少し高をくくってたし。直球の平均が145、他球団でも普通にいてる数字。門別は明らかに球威がなくなった。先発は無理でしょう。肩肘に故障でもあるのでは、早いうちに処置をした方が良いよ。またすぐ順番が回ってきたそうかな。高橋の支配下もありそうだし。門別、高橋の各州登板で行こう。あと佐藤蓮の支配下登録もお願いします。門別早く一軍で活躍してほしい。待ってるよ。門別後半先発で頼むぞ。もうちょい打撃陣がしっかりとしてもらってからかな。門ちゃんかわいすぎるな。今年は中で投げたら良いんじゃないですか。左の先発は必要になってきたからな。復帰後初登板を3回3三振パーフェクト投球で終えたの保持要素すぎる。怪我やコンフさえなければ確実に一軍マウンドに帰って取れる戦力だから頑張ってほしい。あとは球速が上がれば。長い回も頼む。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。